二期博文は、日本の政治家、医師。衆議院議員、民進党徳島県総支部連合会代表を、務めた。1979年、阿南市立宝田小学校卒業。1982年、徳島大学教育学部附属中学校卒業。1985年、徳島市立高等学校理数科卒業。1991年、 東京大学教養学部基礎科学科を卒業。同年徳島大学医学部に入学し、1997年に卒業。医師免許を取得し、高知市立市民病院、国立高知病院、宝塚市立病院に勤務する。2003年の第43回衆議院議員総選挙、2005年の第44回衆議院議員総選挙に、 徳島3区から民主党公認で出馬したが、自由民主党の後藤田正住に敗れ落選。2009年の第45回衆議院議員総選挙にも民主党公認で出馬し、徳島3区では1222票の僅差で、後藤田に敗れるも、重複立候補していた比例四国ブロックで復活し、初当選した。2012年の第46回衆議院議員総選挙に、 徳島3区から民主党公認で出馬したが、再び後藤田に敗れ落選した。2014年の第47回衆議院議員総選挙では、定数削減による選挙区の統廃合によって、徳島1区から民主党公認で出馬したが、同様に徳島1区へ移っての出馬となった後藤田に敗れ、比例復活ならず落選。2014年、徳島大学大学院により、 医学博士号取得。2017年の第48回衆議院議員総選挙に徳島一区から希望の投稿人で出馬したが、後藤田に再び敗れ落選。2019年12月、次期衆議院議員総選挙に引き続き、徳島一区から無所属で出馬する意向を示した。ありがとうございます。